山梨県駒群の範囲駒群は山梨県にあった群。消滅時の群域は下記の区域にあたるが行政区画として確定されたものではない。古代においては駒群とも表記され中世へ以降に駒表記へ移行する。近世までカイノ国は四郡で構成されていたが、その中で面積は最大。大まかに言うとカイノ国を東西に三分割した。 西の西部にあたる甲府盆地と南アルプス地域に相当する南北に長く広大な軍域で、後の北駒郡、中駒郡の荒川伊勢、および南駒郡の内藤川伊勢の地域に相当。北部と北西部を品濃国策郡、諏訪伊稲郡と接し、東は山梨郡、八代郡と接し、西部と南部は駿河国安倍郡、伊原郡と接する。 北には、八ヶ岳や茅ヶ岳、西には、貝駒ヶ岳や北岳などがあり、群中を釜梨川が南流し、五直市川や諸河川を合流して富士川に至る。所見資料は、小燥院文書天平法事5年12月、貝の国史会に見られる、駒郡栗原号。文明の由来は二つの説があり、江戸時代に編纂された貝の国史など、近世の地史類によれば、 古代に多くのミマ巻が多く存在したことから、両馬を産出した地であることにちなみ、区という言葉が由来となったという説と、668年の朝鮮半島での高栗滅亡以後、俗日本期、令気2年5月16日上に買い始め関東や、中部の7カ国へ高栗からの帰化人が渡っている記事が見られることから、高栗からの帰化人にちなみ、 高来という言葉が由来となったという説があった。近代までは前者の苦節が有力であったが、関明による上代特殊かな遣いの研究により、久の子は、高類、高来の子は、おつ類で、おつ類の巨に一致する高来説が妥当であり、高栗系トライ族大駒連の本願地である、河内国大県軍駒里や若い軍駒里に駒が当てられていることから、 コマはコウクリを意味すると考えられている。しかしながら、コウ、コウ類の子とする研究成果もあり、万葉仮名の読みの分類から、コマの強、コウクリの子と結びつけることには、諸説がある。また、北朝鮮人を取り扱う記事に参見される、コウクリとコウライトを混同して考える風潮は、朝鮮の歴史の上からも明らかな誤解である。 三等分の馬氏が出土した甲斐の市志田のお船石古墳、和名類受賞では通り早見、栗原、青沼、舞、大井、市川、河井、余る部の旧郷が見られる。このうち、当時からと栗原は飛び地であった可能性が指摘され、後に、青沼号と共に、山梨郡へ編入されている。また、市川里の一部も八代郡へ編入される。 古代海の国では海の黒駒伝承に象徴される馬さんが盛んな地域で特に駒群には舞屋巻き、保坂巻柏前牧の産後木が設置され演技式によれば朝廷に駒を更新していたという。駒群へは朝鮮半島から高空移民が戦地されたと考えられており、都来人の母性である関石塚が分布する。 それ以前にも駒群地域や海の国内へ定住していたトライ人集団の存在を示す形跡が残されている。甲府盆地の北縁では、甲府市横根町、桜井町に分布する横根、桜井塚古墳群,群や、笛吹市春日井町の春日井古墳群,群など、甲府市羽黒町、湯村から横根町、笛吹市春日井町、伊沢町の山裾地域にかけて、関石塚が分布している。 中でも笛吹市伊沢町の大蔵郷寺山古墳群の5世紀にまで遡る関石塚であると考えられている。海の国と同じく関石塚が分布し、トライ人が立表に関わっているとされる、品の国北部の高井群でも同様の傾向が見られる。高井群でも古代には馬さが行われており、海の駒群でも関、 石塚の分布域と重なる、盆地北園の甲府市寺尾部の塩部遺跡や、盆地南部、曽根丘陵の甲府市議校山の東山北遺跡の宝茎州合を、甲斐の獅子田のお船石古墳などで4世紀後半から5世紀、初頭の橋やバグが出土している。信濃の高い国や稲田にも、古墳時代からの馬の産地であり、甲斐、信濃の地域間での交流が指摘されている。 駒郡の内関石塚が分布し、古代において定住痕跡が見られる中核地域では、古代以前の縄文時代から、弥生時代の遺跡が希薄な地域で、それまで未開発であった地域に対する立軍事情にも、都来人の関わりが考察されている。磯貝正義は、栗原郷、とどろき里が飛び地であることに着目し、山梨郡の有力豪族が、 牧場経営などを目的にトライ人を利用して立軍したとする説を提唱している。一方、末期県は考古学的見知から天狗沢が用後から出土した古代河原に、高栗経験丸る河原が発見されたことに着目し、人員混流のためにトライ系工人集団が、機内政権の支援を得て立軍した可能性を指摘している。その後、駒郡における、 トライ人の足跡は、途絶えるが、俗に本気によれば、霊気2年に貝を含む東国の高麗人を、武蔵国へ移し、高麗軍が置かれたとあり、中核集団が移住したとも考えられている。なお、駒軍の大量は、貝の国像の倉彦の直の六世孫、三部忠沢丸が、天平9年4月に任命されたことに始まる。三部増成はその後裔。 小間軍における荘園の所見は、任那寺文書発祥飲料目録の案が2年7月8日に、記載される市川僧で、市川僧の立僧は、甲斐の国において早く、荘園考慮制確立以前の10世紀に成立した、荘園と評価されている。中世には、あまり僧、いつみ、かがみ僧、おい、伏せ僧、なこ、かま大八幡、山、小笠原、元小笠原、 小井川、高綱、島荘などの所蔵が見られ、他を笠原、逸見、向川、八田、飯野などの牧や、藤井、蕎麦などの保も成立する。平安時代後期には、日立国から流罪となった、源の乗り木を、清光親子が市川荘に土着し、さらに、八ヶ岳山麓の逸見牧をはじめその子孫は、甲府盆地各地の荘園で進出し、甲斐、源氏の一族となる。 海元寺は、東領の海、武田氏をはじめ、逸見氏、一城氏、天利氏、鏡氏、小笠原氏、南部氏、名古氏の氏族を分出した。この内駒群では、東領の武田氏のほか、西郡一帯には、鏡氏の一族が進出した。近世には、甲州街道の韮崎塾、大河原塾、京来石宿が整備された。また、韮崎塾から、 信濃国策地方へ至る作王館が整備され、若巫子宿と長沢宿が置かれた。また、藤川水運による海外輸送も行われた。1878年、軍区町村編成法により分割されることとなる。当初は、西駒、東駒、南駒の三軍に分割する予定であったが、内務省の指令により、それぞれ北駒軍、中駒軍、 南駒軍の三軍に分割された。ありがとうございます。